ゴーダ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 
り込め。おい、ライガーの、どうした。おい、裏切り者のよ、おい、チキチキ野郎、おい、弁慶てめえだよ、こら、おい、
おい、どんな気持ちでハイエンド裏切ったんだよ。おい、聞かせてくれよ。おい、いつからゴールドクラスと話進んでたんだ。おい、てめえの得意なその S ラップで、得意の S ラップでよ、俺に聞かせてくれよ。おいおい、インチキチキチキ野郎、こら。おい、てめえのことは絶対許さんからな、覚えとけ。なんで早いんの。おい、だから言ったじゃねえか、ジ・エンドだ。あ、影ドラもドラゴンキットも、おい、ヤマトなんか、おい、どこ行ってんだよ。どこだあいつは。クソったれ、叫んなあいつ。おい、何が言いたいかっつったらな、おい、ゴールドクラス連携チキチキチキ間違いねえから、そういうことだから、どうでしょうか。肩肩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 肩
go, let's go, bro. Oh,
シングルマッチだ。俺がきっちりとスリーカウントを取った今日、もう9月19日の大田区まで残り何日だ、今日が11だ、8日、もう10日も切ってる。ダイヤさんと力を合わせて大田区ジャッキー・ファンキー・亀井ジェイソン・リーからベルト取って、ディーカリッチ、吉岡由紀、ドラゴンダイヤ、そして菊田窓が3人がタイトルホルダーとして、これからドラゴンゲートのリングをもっともっとますます楽しくさせていくんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆様本日のドラゴンゲート駿河大会ご来場いただきまして誠にありがとうございました。今ようやく駿河大会が終わりまして、片付けの最中ではございます。今日もね、最後のメインイベントはナチュラルバイブス対チームラッツでございました。バイブスの方はね、今日なんと KG の方、そしてチームラッツの方はハルクの方が北海道のサツドラフェスにてドサンコシングルマッチ、北海道頂上決戦のシングルを、
やってました。結果先ほどねちょっと見たんですけども、なんと15分ドローからの5分延長20分ドローということで、引き分けに終わったみたいです。誰がこう延長戦を決めたのか、ちょっとねその辺をまた聞いてみないと分かりませんが、まあものすごく盛り上がった大会となったそうです。今日のそれもね負けじと皆さんの拍手で、すごいいい大会でございました。はい、そして今日の YouTube チャンネルですね、せっかくですので今日ご来場いただきましたファンの皆さんにねちょっと何人かインタビューをしてみたいと思いますので行ってみましょう。まずは、今日観戦いただいたちびっこお二人に来ていただきました。今日のドラゴンゲート駿河大会楽しかったですか？とっても楽しかったです。楽しかった。お兄ちゃんはあれかな、このジャッキーファンキーの T シャツ着てるからジャッキーファンキー亀のファン大好き。2人ともジャッキーファンキー。じゃあ最後勝ってよかったね。じゃあね最後ジャッキーファンキー亀に応援の一言お願いします。いつも頑張ってください。ポーポーはい、続きましてこちらの綺麗なお姉様に来ていただきました。今日の駿河大会いかがでしたか？楽しかったです。楽しかった、はい、今日敦賀から地元ですか？大阪からわざわざ敦賀まで、ちなみにこんなこと聞きますけど、ドラゴンゲート、レストランの中でどなたのファンでしょうか？マリアさんと吉岡さんが好きなんですけど。はいはいはい。じゃあ今日対戦してましたんで多分止まらなかったどっちをね応援していいか分かんない状態でございました。2人とも通りにしてもらいます。そうしたらね9月19日大田区で、ドリームゲート戦控えた吉岡選手に一言ちょっと応援メッセージをお願いします。現地見に行くんで応援してます。じゃあ大田区でありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、そしたら今ただいまナチュラルバイブさんサイン会をお並びいただきました。こちらのお二人に来ていただきました。今日の駿河大会いかがだったでしょうか？楽しかった。あ、初めてドラゴンゲート。プロレスは初めて。はい、生のプロレスいかがでしたか？怖かったけど本当楽しかった。あ、本当。もう初めてなのにもうバイブスのサイン会に並んでいただきました、はい、ありがとう。あ、本当ですか？ちなみにお二人は鶴ヶの方？もう先ほどもね大阪から来た方もいました。やっぱり関西に非常に人気がね強いと思います。ちなみにじゃあずっと見てられるどなただそうですか？ユーディ選手。はい、あ、ユーディ選手どうぞ。ユーディ選手のファンだそうです。 ありがとうございます。今日残念ながらシングルでね負けてしまいましたが、ぜひじゃあ本人目の前にしてあれですけどカメラに向かってユーディ選手頑張ってくださいって言ってもらっていいですか？ありがとうございます。ちなみにドラゴンゲート YouTube チャンネルはチャンネル登録はされてますか？ぜひしてください。よろしくお願いします。ということで今日の駿河大会も面白かったという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは4人でさようなら。